はい、久保さん、こんにちは。気になる男。気になる男、第110話 ?110 話ですよね。110話。110話になりましたね。さあ、前回は久保さんの40歳から3億円を作りましたっていうお話を、いろいろお話聞かせていただいたんですけども、 ま自分の方は未知なる可能性が広がる YouTube という形で、まあ、久保さんのお話に少し載せていきながらああお話を進めていこうかなと思うんですけれども本当に世の中に YouTuber っていう職業が出てきたんですよねこれ、まあ、自分本当になんかそういうのが出てきたなとは思ってたんですけど、まあ、そこまで自分がねそういうのに携わるっていうところはあまり意識してなかったんですけどね ただやっぱりこの YouTube がお金を生んでくれるまあお金をもすごく分かりやすい形でお金を作ってくれるっていうところまあマネタイズモデルがすごい分かりやすかったんですよねえー、広告収入で稼ぐっていうところが一つあとは自分のもし広告収入だけじゃなくて自分で自分の認知度を高めてそして 自分の商品を売ったり、まあ、コンサルすするのに何ででもいいんですけどね自分のスキルを人様に教えて、教えさせていただくことでお金をいただくみたいな、いうことができるっていうところが、まあ、YouTube のすごい魅力なんじゃないかなとは思うんですけども、本当にもう稼いでますよね、単純に。単純にもう、誰が何と言おうと稼いでますよね、これはね、もう YouTuber が稼いでないって。 否定でできなないい状態じゃないですかもうこうなってくると。これをねわざわざ「いやいや YouTuber なんか稼いでない」っていう否定はする人はいないと思うんですけどでも YouTube って一握りじゃないかっていうね考え方をするところはあるしまあそうであることは間違いないと思うんですけどそこにいくかどうかですねそこに戦うそこに行くかどうかっていうところは本当に本人の。 考え方次第なんで、まあ、今の生活に対してどう思うかっていうところですよね。今の生活に対してどう考えているのかっていうところ次第で、やるかやらないか決まってくるんじゃないかなと思うんですけど、一つ言えることが YouTube ですね。YouTube のサービスは世界トップクラスということですよね。まあ、世界トップクラスって言ってもよく意味わかんねえよっていうことになるんで、少し わかりやすい例を出そうかなと思うんですけど、まあこれは当然皆さん、当然じゃないですけど、皆さん知ってる、聞いたことあるかなと思うんですけど、GAFA ですね、GAFA。世界最強の4大企業とね、世界最強の4大企業の一つ、Google が、まあ、YouTube を提供してるわけですけどね。えっと、ここかなここ。あら、行っちゃった。よいしょ。 はい、行き過ぎちゃったのかここは非課金ですね。というよいしょ、ここですかね。あら、ここか。もう一個先ですね。ここか。まあ、o g l e ですね。Google まあ、o g l e というとね、Gmail。もう誰もが Gmail 使ってますよね。そして YouTube。まあ、やっぱりこの Google は、まあ、いわゆる最強なんじゃないですかね。で、Amazon。商品買ったことある人いるんじゃないでしょうか。Google ね。Facebook。 Facebook これはインスタもありますよね。インスタグラムのサービスもありますんでね。使ったことあるんじゃないでしょうか。そしてアップルですね。スマホ何使ってますかということで、スマホランキング2位ですね。もう1位はサムスンらしいんですけど、スマホはだたいまあ n d r o i d 使ってる人もいるんでしょうけど、まあスマホはだいたい使ってるんじゃないですか ?iPhone をね。まあ自分も iPhone ですね。 うん、スマホ。<laughs> はい。ということで、これが世界四大企業と言われる GAFA ですね。GAFA。まあ、この Google が提供している YouTube。なので、それはやっぱりサービスとしては、まあ最強だよなっていう、まあ世界トップクラスだよなと思いますよね。本当にこれだけ動画アップロードしてもサーバーダウンしない <laughs> っていうのがね、ちょっと自分の中で信じられないんですけど、一体どうなってんだろうっていう。 なんかものすごい広大な場所にサーバーがあるんですかね。え、ね、ほんと i システムエンジニアをやってたものとしてはね、いつも容量がない、容量がないって言ってね、いつもわーわー言ってたんですけど、容量が足りませんっつってね、どうしたらいいんですかこのデータは捨てるの、捨てないのとかね、この大事なデータは捨てていいのか、捨てたらいかないのかとかね、どこに逃がしとくのか、どこ、その逃がしたデータは一体何年間ぐらいデータ持つのかとかね、予算がないから、 データもう保持できませんとかね。本当に。わわわ騒いでた気がするんですけどね。すごいですよね、これ本当。まあ、自分もちょっと信じられないんですけど、まあそういう、ね、全世界でものすごい量がアップロードされてるはずなんですけどね。落ちないってね、すごいなと思うんですけどね。はい。で、さっきヒカキンさんの例を出したんですけど、まあ、ヒカキンさんはトップ YouTuber と言われるところなんですけど、別にトップじゃなくてもいいと思うんですよね。え例えばトップ YouTuber じゃない、 方を少し1人紹介させていただこうかなと思うんですけども YouTube に動画1万4500本投稿と若者に負けない仏壇屋 YouTuber おじさんということでこれ R60 最,最前線というね、えー、なんかサイトがあったんでちょっと見てみたんですけどこのですねもう朝 4, 時半朝4時半から撮影開始と毎日続ける YouTube 投稿ってねこの仏壇屋のこの方なんですけどね毎日3本 投稿ししてるらしいですね毎日3本この仏壇屋の社長なんですけどね仏壇を売ってる社長なんですけど1万4000個すごいですねこれもう今ちょっとさっき見たけど1万4500本は当然と超えてますよね 2020, 2020年時点ですからねもうこれから2年経ってるんで2年以上経ってますよねだから1万4500本じゃなくてかなりの本数増えてたんですけどちょっと何本かまでここに載せきれてなかったんで。 忘れましたもったいないことしましたね。載せればよかった。ですけど、まあ、ともかくそのトップ YouTuber である必要はないんですよね、えー。この方は仏壇屋の社長なんで、まあ、このお仏壇のね、えー、がいかに売れるかっていうことで YouTube を始めたっていうことなんですけども、本当にね、社長、体張ってますよ。本当に <laughs>。すごい <laughs>。すごいですね、これ本当に。もうね、こうやって喋ってるんですよ。どうもと言ってるかちょっと。 全部はちゃんと見てないですけど、こうやってね、もう元気いっぱいこう、すごい、すごいですね、もう、24時間電話受け付け対応、つってね、えっと、もう、夜7時から内退行するぞ、つってね、もうすごい、ここでも、看板持って喋ってるんですよね、これ、もうなんか、お仏壇で熊本、ね、こう、車に顔が乗ってるって、なんかもう、宣伝自,自分自身が宣伝っていうね、もう、本当に営業媒体ですよね、自分自身が。 でちょっとここの記事を少し見つけて読んでみたんですけど、まあ、正直その一本あたりの再生回数が1桁2桁ぐらいって少なめじゃないですかとでもそれでも続けられる精神力ってすごいなって思うんですけどみたいなね QA があってで答えるんですねこの仏壇の永田社長永田社長がえそんな1000回も1万回も再生されるような人気者じゃないとカッコ悪いって言うんですけどこれは現状ですね本当に本当に 日陰でもないし有名人じゃないですから、ね、普通の人回せないですよねでもこの1本あたりの再生数が10回であっても量をこなせば1万回公開したら10万再生なんですよっていう考え方ですよね本当にこの小さい動画をね何個も何個もこう作っていくことによって動画を何個も何個も作っていくことによってそれを集合体として考えるってことですよね ひたすらひたすらこうやって動画を作っていくコツ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 で小さな仏壇店ですが小さな仏壇店ですがあブログなども含めて1日100人の方がサイトを見ていただくださってますとそこに売り上げにつながっているんですよということで別に再生数が問題ではなくてそのしっかりとお客様と信頼構築ができてるっていうところは重要なのかなと。 でそんなネタが思いつくのがすごいですと言うといや、お客さんのことを考えてるんだよと、お客さんのことを考えて、そこをタイトルにすれば、視線とお話しできるんですよっていう話をしてたんですけどね。本当にここっていうのがすごくまあわかりやすいというか、非常に重要なポイントなんじゃないかなと思って、だから普通の人は再生数回せないんでね、ヒカキンみたいに。であれば、 やっぱりこういうふうな感じで、まあちょっとここまでやるかはちょっと置いときますけど、まあ自分はね、顔出ししてないんで、顔出しをせずとも別にいいのかなと思うんですけど、まあこの社長はね、もう自分自体が、社長自体もがもう、なんかもうね、商品みたいな感じになってるんであれなんですけど、別に顔出さなくてもいいんですけど、考え方はこれですよね。顔出そうが出,す、ま、出さなかろうが、濃いファンとやっていく、この気になる男シリーズでも、 そんなに回数が回ってるわけじゃないんですけど、やっぱり見ていただける方がいるっていうのは、何かしら興味を持っていただいているんじゃないかなとは思ってるんですよね。これは潜在的なところだと思うので、自分としてはちょっとわからないところではあるんですけど、きっと見ていただけてるってことは興味があるというところなのかなということで、えー、少しちょっと話は変わるんですけど、も、まあ、僕の IT エンジニア時代の月収を大公開ということで、まあ、前回もねこの話したんですけど、 これはあくまで自分の事例なんで、他の IT エンジニアの人はもっとね、お金もらってるかもしれないんで、ちょっとわからないですよ。わからないですけど、自分が IT エンジニア自体は手取り平均。月収30万だったんですね。これはもう平均ですね。手取りです。手取り。うん。だ残業なしで、だいたいこれぐらい入ってます。でもこれも、実際15年勤めてですかね。15年。15年。うん。15年間で。で、こっからじゃあ、あと20年間、30年間勤めて、 果たしてどれだけアップするのかって多分変わんないでしょうね。本当に。<laughs> うん。これが普通でしたね。これが、これでしたね。うん。一応ね、これでも役職1個 <laughs> ついてるんですよね。何個かついてて。はい。うーん。あと1個は上がれるんですが、あと2個3個上がるとするとちょっとすごい大変ですね。もうかなり幹部になるんで、そんなに役職の椅子があるわけじゃなかったので。うん。 で、これでやっぱ増やそうとしたら、毎日3時間残業して、ね、毎日3時間、前回の動画でも言ったんですけど、毎日3時間ってことは、えっと、30日かな ?30 日。30日残業すると、あ、30日もできない。30日もできない。20日20日。そうそう。営業日はだいたい20日しかないから、まあ、こんな感じですよね。3万は乗せと。 計算が違いません10日か10日か10日やったら3万上乗せか10日で営業日が大い3020営業日でしょ1か月っていうとだからもう本当にこれ毎日毎日3時間残業なんですよね毎日毎日3時間残業してまだ21時帰り21時退社ですねつまり21時帰宅です帰宅っていうか会社出る時間ですけどね21時 お疲れさまでーすっていう感じでやってようやく33に乗る感じでしたね。うんもこれ。これをね、ばいや、40どうやったら行くのかって、30、60だ、90時間、100時間で40万行くのかな。でもちょっと、体も、でもそれもちゃんとね、残業が全部つくわけじゃないんで、40万ちょっと行ったことないですよね、正直。う これ無理、無理、<laughs> 無理だし、一回、一回しか行けないですね。月一回行けたら、もうあと半年間ボロボロになっちゃうっていう <laughs>、持たないっていうね、かなりハードな、まあ自分はね、体がそんな強い方じゃないんで、ただやっぱ普通の人でもきついような気はするんですけどね。まあということでね、まあとりあえず YouTube やってみ、えー、たらどうなったかというと、まあ単純に、 グーグル社より100万円の入金がありましたっていうね、まあ、かなりはしょってますけど <laughs>、かなりはしょってるんですけど、まあ、結果的にこういうことになったんですよね。んだから本当に、えー、今ね、YouTube やっていない方、YouTube やっていない方ならその、ここは久保さんの言葉をね、引用させてもらうんですけど、YouTube やった時の可能性は未知数なんじゃないかというところになるんですよね、まあ。もちろんここから久保さんは3億円を作ったわけですけれども、 まあ、ということで、ということで、ねまあ、パソコン完全初心者はね、OK ということなのでね、えー、もしよかったら、まあ、2週間でね、えー、3000円のコースをちょっと作っていますのでね、えー、もしよかったらお声掛けしていただければね、えー、そのコースご提供しようかなと思います。ちょっとね、あまり多い人数はできないかなと思っているので、まあ、ちょっと早い方、連絡していただいた方からちょっとやって、まあ、しばらくしたらもうその、 コースは終わろうかなとは思ってるんですけど、ね、まあ、どのくらいこれを体験してみて、またどんな感じになるのかなっていう声が取れたらまた変わってくるんですけどね。まあ、そういうことをちょっとやっていこうっていう、まあ、脱初心者ですね。脱初心者。完全脱初心者の方に向けてのコースですね。だから本当に超初心者ですよ、超初心者。うん。のコースの人は非常にいいかなと。まあ、YouTube を始めてみたいとか。 初めて見たい方はです、ね、YouTube やりたいけどやれ全然手がつかなかったんだよっていう方は非常にいいコースなんじゃないかなとは思っていてでこの YouTube、まあ、初めて1週間の今塾生さんいるんですけど100回回ってるっていうね100回すごいですよねこれ自分もワンちゃんワンちゃんをそのなんだろう飼ってるわけじゃないんでワンちゃんの動画載せるテストができなかったんですけど いや回るんですねみたいなまあ別にだから結局何が回るかわかんないんですよねいろいろやってみないとだから本当に潜在的に回る動画をも回る環境を持っている人がいるのに、えー、単純に動画を撮ってないだけでそこを活かしきれてないっていう非常にもったいないことがまあ起きたりもするんですよねだから自分は YouTube 全然できないって思ってる人でもやってみたら。 あ全然回ったりするのでここはもうね、本当にパラダイムシフトっていうわけじゃないですけど、本当に考え方次第で全然違うんじゃないかなと思ったりもするんですけどね。で、一応このショート動画、まあ、自分もちょっとショート動画を最近いろいろやってテストしてみてるんですけど、この回転寿司ね、回転寿司。回転寿司ね、結構いいんですよ。まあ、あんまり回転寿司なんていかないんで、せっかく記念なんでちょっと撮ってみたんですね。5秒のこの動画を、お寿司、ただ寿司屋がこうなんだ回転寿司なんでこう動いてる動画を撮ったら、 1.4万回ね、回ってね。驚きましたね、これ。本当に。多分1時間ぐらいで回ったんじゃないですか。1時間で、ね、1.4万回ぐらい回って。度肝抜かれましたね、本当に。<laughs> すげえと、いや、多分寿司を食べ始めたのが7時ぐらいで、で、上げたことも全然忘れてて、なんか8時か9時ぐらいにちょっとスマホの中見たら、なんかえらいなんかアクセスが集まってて、な何が起きたんだろうと思っても、もう静まってたんですけどね。そしたら、この、 お寿司動画がで調子に乗ってでこの逃げたエビっていうのも。そしたらこれもねなんか1万回。これね後から結構回ったんですよ。これが回ってこいつ全然ねまだ1回か2回しか回ってなかったんですけど気づいたらやっぱ回ってたっていうね、まあ、回転寿司はいいのかって誰に見られたんですよねこれ。もしかしたらね外人に見られたのかなちょっとわかんないんですけど、まあ、こういうねことが現象が起きるわけですよね。 言うたらこの10秒あれば誰でもできるスマホ1台で OK というわけですよね結局 YouTube、まあ、パソコンが苦手でもまあできちゃうことはできちゃうんですよ、まあ、だからこそねこの IT 時代にまあ情報を使いこなせないっていうのはちょっと致命的なんじゃないのという、まあ、知らないだけなんで結局やればいいんで使いこなせないじゃなくて単純に使ってないだけなんですけどね使ってないだけなんで別にそのスキル的にそのスキルがないとかなんか ご体不満足じゃないですけど何かがこうな,ないとか特別な能力が必要っていうわけじゃないんでまあ、ただただその,その情報を使えてないだけなのでただそのこれをやることによって、まあ、自分の知識とか経験とかいろんなものをお金に変えることができるっていうのは気付くと思うんですよね。要はこの何でもない何でもないエビがね何でもない寿司屋のエビが誰でも取れるようなエビが1万回ぐらい回ってるわけですよ。そしたらねもっとね自分のこう持ってる 例えば英語が得意だったら英語のことを話せばいいだろうしね今までいろんなこうインターネットでお金を稼ぎたいと思ってうまくいかなかったんであればそのしくじったところをいろいろお話ししていったりするのもありだと思うんですよね、まあ、話せる範囲でですけどねそうやって自分の知識だったり経験をねいろんなことを話すことによって、えー、再生数に変えてそしてねお金に変えるってことも十分可能なんで 本当にこの人生を逆転しようと思えばいつでも逆転可能なんですよね、うん。これは久保さんの最後の言葉を引用させてもらったんですけど、可能ですね。まあその逆転したいと思ってきっとこの動画を見てる方もいるんじゃないかなと思ってるんですよね。今この状このなんか悶々とした気持ちをどうにかしたいっていうことでこう変えてみようって思う方もまあいらっしゃると思いますんでね。まあもしね、ぜひよければ、まあ、お問い合わせはね、無料なので。 まあ2週間で3000円のコース用意してますのでね、えもしよかったらお声かけください。脱初心者ですね。脱初心者あ。本当に超初心者だなので、全然もうできる人が見てもなんちゃない <laughs> 情報なんですけど、これは本当に全く初めての方、まあ、今回、熟成さんでも本当に YouTube やりたいけど全然やれてないっていう方、熟成さんね、提供したらすごいね、喜ばれたんで、非常にこれは お得なコースなんじゃないかなとは思ってるんですけどね。まあこれあくまで自分の意見だし、その熟成さんがたまたま全く知らなかったんで、あれなんですけど、まあ、もしね、全く同じように該当する方がいれば、あすごくマッチするようなあーコースになるんじゃないかなとは思うんですけどもね、えー。YouTube をただ見ている側と見せる側に回った人ですね。これもう二極化してるんですね。ここ二極化。ちょっともうちょっと進めますけど、まあ、圧倒的二極化ですよね。えー、時間を浪費する人。 時間を浪費する人、これがただ見ている側ですね。これはねもしかしたら YouTube でも見て勉強してる人もいるんで一概には言えないんですけども YouTube をただ見てるだけの時間を浪費してる人それとは別にこう見せる側に回った人ですねまあ基本みんな見ている側だったと思うんでそれがね見ている側じゃもったいないよなと見せる側に回った方がいいよなって気づいた方はこの時間を浪費する人の側から 動画をを投稿でお金を稼ぐ側になれると当然ね YouTube を見るのはただなんですけど時間っていうとても大事なものを浪費して浪費とこういうわけじゃないですけど時間を失ってるわけですねそうじゃなくてしっかりとね YouTube を使ってお金を稼ぐっていうことをやっていけると本当に変わっていくんじゃないかなと思いますしこの情報発信メディアですね情報発信メディアをね使いこなさないっていうのはねちょっとこれは本当に いい方かもしれないですけど、まあ、稼ぐ意思がないんじゃないかっていうところまで、まあ、言い切ってもいいんじゃないかなと、この久保さんがね、YouTube を使って3億円作ったっていうところからも考えてみても、このメディアを使いこなさない理由はないんじゃないかなとは思っていますしね、まあ、稼ぎたいと思うなら YouTube 使ってみてもいいんじゃないかなと思うんですけどね。誰でも稼げる方法も、まあ、ありますよ。ありますけど、やっぱりこの過藤競争。 どうしてもだからすぐ本当にすぐ稼げるってや,つはやっぱすぐやっぱりその廃れるっていうかみんなが入ってきちゃうんでダメになっちゃうんですよね。飽和しちゃう。だからできればそういうところじゃなくて、まあ、自分にしかできない稼い方っていうのを見つけるのも愛なんですよね。うん、っていうところをすごく分かってるんで,でそういうのは大事だと思いますんでね自分にしかできない稼い方っていうのを見つけてみてください。 YouTube ではねそれが現実になると思いますんでね本当に自分自身っていうのをしっかり作ってそして、えー、しっかりお金を稼いでいく他の人との絆を作っていくそれでね、えー、自分がより なんか充実した生き方になれば非常にいいんじゃないかなと思ったりいたします。この未知なるね、可能性に広がる YouTube、未知なる可能性をね、広げていく YouTube、ぜひやってみてはいかがでしょうかという形になります。はい、そういうことで、気になる男、第110話ですね。第110話、こんな感じで終わろうと思います。引き続き、引き続きじゃないですね、<laughs> えっと、えっ、ー、と、気になる男、第111話ですね、111が並ぶ、並ぶ。えー、第1 1 1話、では、久保さん。 続きの方、よろしくお願いいたしますはい、ここまで覆、えー、面 YouTuber たかがあお送りいたしました。ありがとうございました。そしてね、ご興味あればあお声かけください。はい、どうもありがとうございました。